ねえねえ、あっくんあっくん。なんだ、よしこ。実力テスト、全部0点だった。アホだな。マークシートだったのに、すごくない？すごく、アホだな。幼馴染として忠告する。お前のアホさは世の中で生きていけないほどやばい。え、嘘、私死ぬの？死ぬ前にせめてせめてもう一本バナナ食べたい。そしたら私もう悔いはないから。本当アホだな。少しは勉強しろ、将来就職できんぞ。できないだろう。じゃ宝くじ当てるよ。当たるか。もっと夢を見ようぜ。もしくはお嫁さんになる。相手がいねえだろう。誰がてめえみたいなアホと結婚するか。くそ、もしかしてあくん彼女いるの？いねえよ。それがなんだよ。だよね、あくん女心とかわかんなそうだし。あくん冷たいよ。私はこんなにもあくんが好きなのに。あ、そう。雑ホントなのに、あくん毎朝起こしに来てくれるし、忘れ物教えてくれるし、それにお腹空いてるとバナナくれるし、バナナくれるし。あっくんマジ優しい。そうか。高校だって私が心配で一緒のところに来てくれたんでしょ。優しすぎ。違うぞアホ。いい高校は遠かったから、通学時間を勉強時間に当てたかっただけだ。分かったな。ん？つまり、あくんはツンデレ？分かってねえ。けど、どんな理由でも私は嬉しいよ。迷惑かけてばっかりなのに、いつもそばにいてくれて、ありがとう。お礼にパス見せてあげる！テレ屋さんなんだから。違うわ。よしこの汚えパンツなんか見たくねえよ。え、さすがの私でもパンツにうんちはついてないよ。うんちはついてないよ。うるせえ。今日は駅前のバナナ屋に超高級最強バナナが入荷するんだった。じゃあくん、また明日。はあ、疲れる。まだ学校終わってねえ。